ケー。さあ本日最後のお時間となりました。本日最後はですね、ちょっと準備が必要なのでちょっとだけお待ちくださいませ。すぐ帰ってきますのでちょっとだけ待っててください。あ、これ待って、バレちゃう。絶対さ音でバレたよね絶対さ鈴の音でバレてたよね。というわけで最後はちょっと猫耳をつけてみました。しかもね、なんと本日は猫耳だけではございません。何かというと、じゃあなんとね、おててをゲットしたんです。可愛いでしょそうだからちょっとね、これをつけるともう何もできないからそれでさっき先に全部打って、全部が終わってからやったんだけど、あー待って、タワーありがとう、タワーありがとう。だけどこれ外さないとさ触れないからさありがとう。あーヨッシーさんありがとう、ありがとう。人間の手になっちゃったありがとうそう、送ってくれでありがとうなんだけど、こう探さないといけないから、一回人間の手に戻らないと見返せないっていう可愛いでしょこれ、今日買ってきたの今日ね、ウィゴーに行って、今日劇場に用事があったから、劇場終わった後、違う、行く前、劇場行く前に、劇場の前にあるじゃないですかウィゴー。ウィゴーになんか配信で使えそうなのとかなんかないかなって思って探しに行ったらね、いたのこれがそうで、黒はもう1個しかなかった。絶対店員さん何するんだろうって思ったよね。でこれにさ猫耳もセットで買うならまだわかるじゃん。でもこの猫耳売ってたのウィゴーに、でもこれはもともと持ってるやつだからそう、そう劇場の前とかラブラ2の前にウィゴーがあるんだけど、あのなんかケバブ屋さんの隣みたいなそう、でも猫耳はお家にあるからこれだけ買ったんだけど、絶対さ店員さんなんでこれ買いに来たんだろうって思うよねこれ買ってどうすんだろうって絶対思ったよね店員さん。まあこれつけたからって特に何かがあるわけじゃないんですけど気が早いハロウィン、確かにハロウィン、もう完全にこれはただのネタただのネタです、はい、ゴール守ってそう確かにてかこれつけてほしい、ゴールキーパー一気になんかすごいさ、ゆるーくなるねこれ。でもねこれねめっちゃ気持ちいいよ、この肉球のところ
なんかこう立体的で。気持ちいいよ。え、そうね、気づいてた？だからさ、さっきの配信の時にさ、さっきねビス風メイクをしたんだけど、ビスってあんまりアイライン引いてなかったんですよ。でも最後猫配信するからと思ってアイラインめっちゃ長めに跳ね上げで引いてみたんだけど、気づいてた？気づいてた？さっきは引いてなかったんだけど、見て目尻ピヨンって引いたんだけど、気づいた？もうさ、最後の配信だからさ、まあ書いてもいいんだけど顔に。でもなんかユウナみたいになる。ユウナこの前おしゃべり会の時も書いてた顔に。待って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 、聞いてない聞いてない。なんかすごい赤ずきんちゃんが大量に来たんだけど、びっくりした。ありがとう、ありがとう、チェリーさん。びっくりした、赤ずきんが大量に。ありがとう、びっくりした。ありがとうございます。ごめん、人間の手出しちゃった。人間の手出しちゃった、ごめんなさい。ちょっとびっくりしすぎて聞いてないって言っちゃった。ありがとうございます、本当にみんなありがとう。まだ2日目だよ、大丈夫かな。ありがとう。もう必死に手外しちゃった。ありがとうございます、ありがとう。人間の手が見たくてタワー投げたのか。そんな人いんの？どっちかといったらまだこっちが見たいって言っててほしいよ、今の配信は。人間の手なんていつでも見れるでしょうが。いつでも見られるじゃないのよ。せめてこっちの方が見たいって言っててほしいよ。でもねこれさ、めっちゃむずいのがね、人間の手って5本指が存在するじゃないですか。これさ4つしかないのね。指はめんの超難しい。どこに何の指が入ってるでしょうか。世界一くだらないクイズ。世界一くだらないクイズ、どこの穴に指が入ってるでしょうか。ちなみにほら、ちゃんとね1本ずつ曲げられるんだよ。ほらなんかちゃんと指入ってるから1本ずつ曲げられるんだけど。世界一くだらない、正解は ここ。待って、めっちゃわかりづらい。ここが2本入ってます。薬指と小指が一緒。残念、違います。中指と薬指が一緒でした。なんてくだらないクイズ。面白い。そう、今ねこうなってた。あ、人間の手出しちゃった。私の大事な人間の手出しちゃった。
見ちゃダメにゃん。絶対に見ちゃダメにゃん。ちょっとだいぶ不便だな。かわいいけどだいぶ不便だな。毛づくろい。見られたにゃ。なんか腕黄色い人みたいに見える。で黄色い。猫って不便だった。不便。明日の朝起きるまでその格好でいてください。無理です。嫌です。体だけプーさん。おもろい。やだ。体だけプーさん。え、そう、でもさ、私思ったんだけどさ、これさ、生誕 T シャツにさ合わせたらめっちゃ良くない？これ今年生誕 T シャツの中これにしよっかなって思って、そしたらめっちゃおしさいカラーになるから、ちょっとこれに合わせよっかな。なんかおしゃれな推しカラーのインナー見つけたから。そう、インナーこれにしよう。これね、結構あったかいの。なんかリブ素材。あああ、人間の手出しちゃった。え、なんかさ、昔さあったよね、なんだっけ、このなんかなんだっけ、ヌーベ、え、知ってる？なんかさ、片手だけ妖怪の手みたいなやつ、なんだっけあれ、ドラマヌーベだよね、なんとかなんとかヌーベ。妖怪人間じゃなくて、それベムだよね。何、地獄先生。あ、そんな名前だった気がする。そうだ、なんかあったよねドラマ。あんま見てた記憶ないけど、妖怪人間の方が見てた。あ、アニメなの？漫画？私はドラマしか知らない。アニメなんだ。ドラマしか知らなかった。アニメと漫画。そうなんだ。そう、私はドラマで知った。片手だけこうだったよね、こういう。あとさ、私さ、あれ、仮面ライダーなんだっけ、ジオウしか出てこない。ジオウじゃないわ。あ、待って、クマタワーありがとう、アキラ先生ありがとう、ありがとうございます、みんなありがとう、本当に。なんだっけ、仮面ライダーオーズ、オーズ、オーズ、仮面ライダーオーズもさ、そう、アンク、アンクの手もこうじゃない、片手吹っ飛ばせるやつ。そう、片手だけなんか妖怪みたいな手してて、片手だけ飛んでいく、なんかいたずらできたりする。そうそうそう、そう、タカトラバタタトバタトバタトバ。オーズの手もこういうやつだった。なんかすごい小学生男子みたいな遊びしちゃった、めっちゃ恥ずかしい。ちょっと今のが一番恥ずかしかった。
小学生男子みたいな。なんでさ小学生の男の子ってさ、今時のさ小学生もそうなのかな、なんか。リラックス。今時の小学生もそんなことやんのかな。お一個言ってるよ。そうなんだ、やっぱ小学生の男の子ってみんなが通る道なんだ、ああいうの。そうなんだ、これ確かにただの猫パンチだった。ただの猫パンチでした、これ。ああ、待って、ありがとうございます。変な声出ちゃうんだけど。ありがとう、たかさん、ありがとうございます。ありがとう。すごいいっぱい赤ずきんちゃんが埋もれてる。赤ずきんちゃんがいっぱい埋もれてる。ありがとうございます。プリキュアね。ね、そうだ、プリキュア、あれ見たの、大人プリキュア見たの。なんかすごいエモかったよ。そう、エモかったよ。希望の力、プリキュア。そう、おー、びっくりした。あ、1位、ありがとうございます。今日最後の配信でまた1位になれました。ありがとね、皆さん。本当にもう毎日頑張ってくれてる、まだ2日目なのに。ありがとう、嬉しい。でもまだだってあと5日もあるから頑張りましょう。そう、でも大事なのはね、決勝で1位を取ることが一番大事だから。ありがとう、おしーさん。おうちありがとう。待って、おうちありがとうってなんかちょっと意味変わってきちゃう。おうちありがとう。ありがとうございます。家買ってもらっても、もらっちゃった人みたいな。ありがとうございます。ありがとう。いや、そう、でも本当に大事なのはもう決勝で1位を取ることだから、そのためにまず決勝に進めるように、ね、頑張んないといけないので、ありがとうございます。いや、でも本当さ、いや、決勝で1位取ることが一番大事だけど、でも予選で1位取って決勝で1位取ったらもう言うことなしだよね。だから、まあ、それがお一番ね、目指して頑張らなきゃいけない。ありがとうございます、本当にみんな、ありがとう。完全制覇してやりましょう。わー、ありがとう。くまー、ありがとう。ありがとうございます。声が、皆さん、ありがとう。ありがとう、みんないっぱい。本当に。ありがとうございます。そうだ、明日はね、そう、明日は劇場公演があるんですよ。久しぶり、私1週間ぶり、12日公演出てないから1週間ぶりぐらいかな。そう、公演なんですけど、明日、あ、そう、あの、そこに、ここに、あの、ウェルカムコメントのところに書いたんですけど、明日の
配信予定を。明日は朝7時半から8時まで30分朝配信して、その後昼夜の間に配信して、夜さやの生誕終わってから配信します。ちょっとね、公演があるからどうしてもできる時間が限られちゃうんですけど、はい、そう、明日夢と初めて一緒に出る日。そうなの、楽しみ、みんな楽しみにしてて、明日初めて夢と一緒に奪い合うから楽しみにしててね。残酷な雨3人でやるから。夜公演いきます。お、夜はサーヤの生誕祭です。楽しみ。サーヤ当日だから、誕生日。明日同伴で友達連れてくる。わー、ありがとう、嬉しい、ありがとう。耳押しにしいよね、明日公演メンバーと一緒に配信できたらいいな。せっかくだからね、みんなと一緒に配信したい。ゆめちゃんと仲良くね喧嘩してんのかなさっきね、ゆめたんにね、ミミポジは任せてねって LINE 来たえ、私譲る気ないけどえ、一緒に出るって言ったじゃんバチバチだバチバチだ、うんゆめとファイ楽しみにしててください。確かに昼夜公演の間に配信するのめっちゃ久しぶりかも。いつぶりだってぐらい。残酷な雨、一人はビニールがさ、しょぼい、やだ。なんか二人さ、すごいさ、豪華なさ、あの赤の傘使ってんのに、一人ビニールがさ、はず。しかも丸見えじゃん、この辺全部あれってさ、残酷な雨ってさ、最初さ、自分のあたりが来る前こうやってさ、傘で顔隠してんのにさ、ビニールがさ、丸見えなんだけどやだー、絶対にビニール傘でなんてやらない傘奪い合いポジションも全部奪い合いLED 開いて登場3人目タラララあ、なんかさ、いつもさ LED ってさ、なんかあの何門みたいなのが開く映像じゃん。だから今回はあの開いたら3人目ビニール傘で楽しみてれれれれーてれれれこれでやるのもおもろいあああの映像伏線だったの。何年越しの6年越しぐらいの伏線アンドリューとエドワードと、なんだろうね私だけ自分の名前なのセリフのところは、さあ剣を持て、さあ剣を持て、唇を重ねるごとく、唇を重ねるごとく、愛を貫け、愛を貫け、ちょっと待ったですあ、キャサリン、あ、いいね、エドワードとアンドリューとキャサリンねオッケーそれならいいよそれならいいよちょっと待ったって間に入るかギュってやる前に楽
しみにしてて明日いやどうなるかな本当にね、明日の公演どうなるんだろうね。面白い。やばもう3分待って、ランキングを読むためにはこの手の封印を解いて人間の手をあらわにするしかないのだ。痛いよ痛いよランキング読みます。13位かやとさんありがとうございます。12位かついろさんありがとうございます。11位ランマさんありがとうございます。10位まさひろさんありがとうございます。9位山順さんありがとうございます。8位声がむなさんありがとうございます。7位てるはやさんありがとうございます。くまたんもありがとうございました。6位たかさんありがとうございます。たーもありがとうございます。5位よしーさんありがとうございます。たーもありがとう。4位ほしーさんありがとうございます。たーもありがとうございます。3位あきら先生さんありがとうございます。たーもありがとう。3位間違った、2位ゆうきさんありがとうございます。ありがとう、たわたててくれて。1位チェリーさんありがとうございます。赤ずきんちゃんいっぱいありがとうね。さあじゃあ今日はこれにて終わりになります。なんかさ、もしかしたら3時間ぴったりで勝手に配信が切れるのかな。昨日自分で切ったんだけど、なんかもしかしたら配信切れるのかもしれないから、ちょっと今日はこのまま放置してみる。あ、そうだよね、やっぱ切れるよね。なんか切れるっぽかったから、昨日は自分から切っちゃったんだけど、だからギリ3時間行ってなかったかもしんない。自分で切っちゃったから十何秒ぐらい余ってたかもしんない。そう、でも今日は切れるみたいだからちょっとこのままやってみる。じゃあ明日は皆さん朝7時30分にまた配信しますので来てください。それまでに朝のミッションもねやって朝配信に来てください。あ、スクショタイム間に合う？じゃあ切れるまで。おやすみにゃん、ありがとうにゃん。これ切れるの待つのもねちょっと難しいよね。